日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちら楽天の通販で買った12種類のバラエティギフトセットケーキを食べたいと思います。ちょっと重い、さすがに重いので持ち上げることはできませんが、こうすればいいのか。こちらなんか楽天の通販でちょうどいい性能の付きで買ってみました。美味しそうなケーキですね。どうだも、まあ、種類が12種類あって、なんかパッケージもこんな可愛いクマさんが描かれたが箱に入ってて、なんだか見た目も癒されますね。で今回12種類あるんですけど、12種類の味全部レビューするとさすがにちょっと長いので、長くなってしまいますので、特に美味しかった3種類に絞って最後にレビューしたいと思います。もちろん食べるのは全種類ですよ。全種類食べますけど、その中で3種類を代表として選ばせていただきますね。もちろん他の味も全部美味しいと思いますので、気になりましたら概要欄にお店のリンク貼っておきますので、そちらからご覧ください。それではまずはこの白いケーキ、チーズケーキかな、おからいただきたいと思います。でクリーム崩れちゃったし、まあシャアなしか。では、あ、食べるのはもう全部一気にいきますね。最後に紹介する。お、なんか軽くスッと入りました。これはおい、柔らかそうだ。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。12種類もあると目移りしてどれから食べるか迷ったかしな。いや、そこまで迷いはしなかったですね。パクパクと食べ進められたし、初めから全部食べるつもりでしたが、だけどやっぱり美味しさというのは分かれてしまいますね。人それぞれ好みはありますが、自分が特に美味しいと思った3ケーキはですね、で、今回食べたこちら12種類のケーキセットですが、この中で特に美味しかったのは、このまずこのチーズブラック名前覚えとけ、ブラック&クランチチーズですね。下の方にしっかりとしたクッキー生地の食感があって、さすがにちょっと水が染み込んでるのがサクッとはいきませんでしたが、スポンジだけだと飽きてしまう。他の中において異彩を放っていました。食感もしっかりありますし、チーズももう一つのレアチーズと比べると濃厚で、口の中にねっとりと広がってくるのが本当に美味しかったです。続いてこちらの、なんでしょうね、どれだ、ちょっとこの中にあるのかどうか分かりませんけど、コーヒー、モカマローネというものも美味しかったです。かなりコーヒーの苦味がケーキの中に染み込んでいて、本当に甘さのない大人のケーキといった味わいでした。なのでコーヒーがお好きなのであればぜひ食べてほしいです。ただこれに苦いコーヒー合わせると苦いの相乗になっちゃうので、このケーキばかりは甘いジュースやカフェオーレにした方がいいかもしれません。本当にコーヒーが苦手な場合は避けた方が良いですね。そして3つ目がこちらのシャルロットポワールで、ポワールだ、もうちゃんと覚えとけよって本当に思うわ、自分でもですね。他と比べるとカロリーが控えめで、かつ洋梨の甘酸っぱさがしっかりと口の中でシュワッと弾けてくるので美味しかったです。甘いだけではないケーキの新たな楽しみ方ができました。はい、もちろん他のケーキも美味しかったのですが、今回特に美味しかったこの3つをお勧めします。で他にもなんかこういうセットとか、なんかアレルギーに対応したケーキ、低糖質なスイーツたち、さらにはま自分は縁がないんですけど、ペット向けのケーキまで販売されているお店ということなので、本当にいろんなケーキが揃っていますね。概要欄にリンク記載しておきますので、あなたがもし気になったのであればぜひ調べてみてください。買ってみてください。それでは今回食べたケーキ代表3品はいずれも6点とさせていただきます。
それおぼろ月、骨を見るかな、この光で。いや、光をかざしても骨は見えないと思うが。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。